ストラトローンチシステムズとは空中発射ロケットによる宇宙輸送を業務とするアメリカ合衆国の企業である。2011年にマイクロソフト共同創業者のポール・アレンとスケールド・コンポジッツ創業者のバートルータンによって設立された。両者は民間発の有人宇宙飛行を成し遂げたスペースシップ1の開発において共同関係にあった。ロケットを航空機から 空中発射する計画は、2011年12月に発表された。2020年のサービス開始が予定されていた。同社の CEO 兼社長は元、NASA のエンジニアであるゲイリー・ウェンツが務め、また、前 NASA 長官のマイケル・ d グリフィンが、同社の取締役会メンバーを務めていた。創業者のポール・アレンが2018年に死去した後、計画の多くは凍結された。 2019年4月に、母キストラトローンチが初飛行を果たすも、翌5月には事業を終了するとの報道がなされた。しかし、2021年4月29日、ストラトローンチシステムズ社は、モデル351の約2年ぶりのテストフライトを、モハーベ空港で成功させた旨の報告を、公式ツイッターにて動画付きで投稿し、何らかの形で、 プロジェクトが継承されていることを示した。巨大な飛行機の大きさ比較、スケールドコンポジッツストラティローンチヒューズ H-4 ヘラクレス、アントノフアン -225 ムリーヤボーイング747から8エアーバス、A380 から800スケールドコンポジッツ、ストラトローンチ打ち上げシステムは主要な3つのコンポーネントからなり、ロケットを運ぶ墓器の開発を、 スケールドコンポジッツが空中から発射するロケットの開発をノースロップグラマンイノベーションシステムズが統合システムの開発をダイネティクス社がそれぞれ担当した空中発射ロケットの母機であるスケールドコンポジッツストラトローンチはスケールドコンポジッツ社で開発されたモデルナンバーが351であることから スケールドコンポジッツモデル351ストラトローンチ、あるいは略してモデル351ストラトローンチとも呼ばれる。また、伝説上の巨大な和紙ロックになぞらえた愛称ロックがあり、モデル351ロックとも呼ばれている。機体はロケットを。 機体中央下部に吊るすため、それぞれに独立した尾翼を備えた騒動とし、ロケットの重量に対応するため、ターボファンエンジンを6機備えている。このため、翼服は117メートルとヒューズ H-4、ハーキュリーズスプルースグースを超えて、史上最大の翼服を持つ、航空機となった。なお、全長は、 アン -225 ムリヤや,やボーイング747から8の方が約72.54メートルのストラトロンチより長い。また、ストラトロンチは総動機として史上最大である。乗員は右側胴体操縦室にて運行し、左側胴体は飛行データ解析機器を積載している。機体重量は燃料を満載したロケットの分も、 含めて54万キログラムを超える。航空機の水力は6機の 200KN296KN ジェットエンジンにより生み出される。エンジン、アビオニクス、フライトデッキ、ランディングギアといった部品は、ユナイテッド航空から中古購入した2機の747から400から取り出されたパーツを流用することで開発コストを低減している。 離陸には3700メートルの滑走路が必要となるため運用できる空港は限られる。打ち上げミッション時における航続距離は2200キロメートルを見込んでいる。ストラトローン地では当初計画では母機の最初のテスト飛行を2015年に、テスト打ち上げを2016年に行いたいとしていたが、計画は遅延。 完成した機体は2017年5月31日に初公開され、2019年4月13日に初飛行を果たした。初現ペガサスロケット母機の開発が進む一方、ロケットについてはたびたび計画が変更されており、2019年1月現在では、 新規開発はすべて中止され、ノースロップグラマンが保有する既存のペガサスロケットの運用のみを行う方針が示されている。ペガサスによる打ち上げでは、高度 400km の低軌道に 370kg のペイロードを持つ。2020年発打ち上げ予定。過去の計画ストラトローン値は2011年の 計画発表当初、スペース X が開発するファルコン9派生型の翼を持つ二段式液体燃料ロケットを使用するとしていた。このロケットは総重量が約22万キログラムで、レオに6100キログラムのペイロードを投入可能という大型のものであった。しかし、2012年11月、ストラトローンチはファルコン9派生型では、 同社の長期的なビジネスモデルと合致しないとして、スペース X との契約を打ち切り、新たに空中発射ロケットペガサスを保有するオービタル・サイエンシズ社と手を組んだ。オービタル・サイエンシズ社が当初開発を進めたロケットは、サンダーボルトと呼ばれており、二段式で上段に、エアロジェットロケットダイン社の RL-10C-1 エンジンを使用していた。 しかし開発はとんざし、2016年には前述のペガサスロケットを使用することが発表された。ついで2018年8月にはペガサスに加え以下の3種類のロケットを新規開発して使用する計画が公表された。さらに PGA エンジンと呼ばれるロケットエンジンの開発も計画された。しかし創業者であったポールアレンが 同年10月に死去すると、これら新規ロケット並びにロケットエンジンの開発は、翌2019年に1月をもって中止された。ありがとうございます。